はい、どうも霊夢です。良い子のみんな調子はどうよ？今日は宇宙開発の話からは少し離れて、世にも不気味な惑星たちについて紹介していこうと思う。宇宙には地球のような緑あふれる綺麗な惑星ばかりではなく、奇妙な惑星もたくさん存在するんだね。宇宙についてもっと勉強したい人は、スペースチャンネルに登録して霊夢先生の生徒になろう。それでは早速、ユニークな惑星たちの紹介を始めていこう。まず最初は世にも恐ろしい、ドクロ惑星、です。この惑星は2015年に発見され、正式名称を、2015-TB145、と言います。また別名は、ハロウィン小惑星。不気味という意味の、スプーキー、という名でも知られています。炭のように暗く一定の条件を満たすとそれはまるで人間のドクロのように見え、おそらく死んだ彗星と推測されています。大きさは625-700m で、約5時間の周期で自転しています。もともとは彗星でしたが、太陽の周囲を巡る間に表面の揮発性物質が剥がれ落ちてしまったそうです。ちなみに、小惑星は月の軌道より少し遠い距離を通過しており、地球との衝突の危険性はないとのことです。こんな惑星には住みたくないですね。続いて、まるで葉巻のような奇妙な形をした恒星環天体、オウムアウア。その名は、ハワイの言葉で死者という意味があります。その不思議な天体は宇宙のどこかにある高度文明が送り込んできた探査機ではないか？と推測するものも出始めています。オウムアウアはハワイにあるパンスターズ望遠鏡によって発見されたもので、それ以来、一般的な小惑星や彗星には見られない特徴が確認されてきました。当初は彗星かと推測されていましたが、その天体構成から小惑星と考えられています。形状もまた奇妙で、ほとんどの小惑星が丸っぽいのに対して、こちらは幅に比べて長さが相当に長い特徴があります。現在、オウムアウアが電波を発しているかどうか調査することが発表されています。2011年に初めて発見された、エイリアン、メガストラクチャー、を説明します。この恒星は謎の現行現象が発生しているそうです。別名、タディーズスター。とも呼ばれ、私たちの銀河系の遥か先、1300光年先の白鳥座に位置しています。この天体は、不規則に光が弱まることが知られており、地球外生命体が作る構造物によって光が遮断されているのではないかと言われています。過去数年にわたり定期的な現行現象が観測されていて、通常、惑星が恒星の前を通過するとき、数時間から数日の間惑星の光を遮ることはあります。しかし、この天体のケースでは一度に80日間も光が弱まり、それが起きる間隔も不規則なのです。そこで浮上した説が、異星人の建造物によって光が遮られているというものです。彗星説よりもさらになさそうなこととはいえ、非常に面白いですね。次は、想像するにもゾッとする巨大な目玉のようなタイプの太陽系外惑星である、目玉惑星、アイボールアース、です。これらの天体は潮汐ロックという公転する天体が公転と同じ周期で自転するときに起きます。つまり、公転する相手の天体に常に同じ側を向けていて、反対側は外側を向いたままになっています。例えば、月も地球に対して潮汐ロックですね。そのために私たちは月の裏側を地球から見ることはありません。そのような惑星では、片方の半球がいつも昼であり、もう片方の半球はずっと夜なのです。片側では主星の輻射によって水分が完全に蒸発し、乾燥地帯となることもあれば、反対側では暗闇の中でぐるりと包み込む一つの巨大な氷冠となり、最終的に氷河の輪となることも考えられます。続いて、浮遊惑星、です。浮遊惑星とは恒星を周回せずに宇宙空間を漂う天体のことです。惑星程度の質量はありますが、それらが形成された惑星系から弾き出され、恒星や褐色矮星、あるいはその他の天体に重力的に束縛されておらず、銀河を直接公転している天体のことなのです。2004年に初めて浮遊惑星がいくつか発見されました。2011年までに、名古屋大学、大阪大学などの研究チームがマイクロレンズ法を用いて行った観測によると、銀河系全体の恒星の数の2倍は存在するとみられ、数千億個になると予想されています。もし地球が太陽系から弾き出されて浮遊惑星になったことを考えると、常に夜が続く不気味な状況ですね。
次は、最も重い惑星、です。コロ衛星エクソ 3B は密度が高く、これまで発見された中では最も重い惑星として知られています。大きさは木星ほどですが、質量はその20倍もあります。コロ衛星の密度は鉛のほぼ2倍となっており、惑星の表面にいる人間には非常に強い圧力がかかります。木星の20倍もの質量があると、この星にいる人間の体重は地球にいる時に比べほぼ50倍になってしまうんです。つまり地球上で体重 80kg の人なら、4000kg にもなってしまう。そんな圧力では人間の骨格なんてあっという間に潰されてしまうでしょう。想像しただけで非常に恐ろしい天体ですね。続いて、最も小さい惑星、です。我らが地球の衛星である月よりもわずかに大きく、水星より小さい惑星ケプレア 37b は、これまで発見された中で最も小さい太陽系外惑星です。小さい惑星というと、存在する生物も小さくなるようなイメージがありますね。しかし、この惑星は岩石型で中心星との距離は水星と太陽の距離より短く、非常に高温の惑星という特徴があります。あまりにも高温であるため地表に液体である水を維持することができず、生命体も存在することはできないのです。次は、惑星ではなく恒星ですが、宇宙に存在する、最大の天体、を紹介します。太陽からの距離が約9500光年離れている盾座の UI 星は、大きさは太陽の約1700倍ではないかと推測されています。太陽系の中心に置いた場合、太陽から木星まで塞いでしまうほどの大きさと考えられています。明るさは太陽の34万倍もあると言われていて、銀河の中で最も明るい天体の一つですが、中心核にあった燃料になる水素を使い果たしてしまった老いた星で、核融合の反応が中心部以外の場所で起こっているため、熱で星全体が膨らんで初期の頃よりも数百倍大きくなっているそうです。燃料がなくなってしまっているので星の中はすっからかんで、大きさの割に質量は太陽の約7から10倍とそれほど大きなものではないのも特徴です。次は、最も古い惑星、です。それは PSRB-16206B という惑星で、木星の 2.5 倍の質量を持つこのガス惑星は、果てしないほどの長い歴史を持ちます。なんと、御年127億歳、宇宙が誕生したのが138億年前なので、宇宙の歴史でさえその惑星よりほんの10億年長いだけです。この惑星は2つの中心星を持っており、この2つの恒星もまたこの惑星と同時期に誕生したものです。この惑星が形成されたのは宇宙の歴史の中でもかなり早い時期なので、生命体の進化に必要なだけの炭素や酸素といった重たい元素は存在しないと思われます。しかし、もしかしたら127億歳の生物がいると思うと不気味に思う反面、夢も広がりますね。最長老の惑星の次は、最も若い惑星を紹介します。それはオウシ座 V830 星で、わずか200万歳の若い惑星です。200万歳なんて宇宙のスケールで見れば、一人で立つこともできない赤ちゃんのようなもんですよね。この惑星の中心星は太陽と同程度の質量を持ちますが、半径は太陽の倍です。このことからこの恒星がまだ最終的な形に落ち着いていないことがわかります。また、この惑星は質量が木星の4分の3程度のガス惑星で、中心星と同様に現在も成長を続けていると考えられています。つまり惑星がその軌道上で小惑星などの他の惑星と衝突を繰り返すことにより、さらに質量を増しているのです。移住しろと言われても絶対住みたくない惑星ナンバーワンですね。さあ、どんどん行きます。最も熱い惑星を紹介します。惑星がどれだけ高温になるかを左右する第一の要因は、中心星となる恒星からの距離によります。そして中心星がどの程度高い温度で燃えているかによっても惑星の温度は異なるんです。ちなみに太陽の表面温度は約5500度、最も近い水星の表面は430度です。それに対し、ケルト級という名で知られる恒星の質量は太陽の 2.5 倍で、表面温度は1万度近くにもなります。惑星ケルト級 B は、水星と太陽の距離と比べてはるかに中心星に近く、表面は4300度というとてつもない高温となっています。もしこれが岩石惑星である水星なら、これだけの高温状態では溶けて溶岩となってしまうほどです。
ところがケルト QB は木星型の巨大ガス惑星のため、大気中の分子を惑星を構成する原子に分解しながら収縮し、燃焼を続けています。続いて、最も寒い惑星、です。絶対0度よりほんの50度だけ高いマイナス223度の OGLE2005BLG390 ルブが、最も低温の惑星の称号を手にします。質量は地球の約 5.5 倍で、地球と同じく岩石惑星であると思われます。しかし中心星との距離はそれほど離れておらず、太陽系で言えば火星と木星の中間くらいの軌道を周回しています。この中心星は質量の小さい低温の恒星で、赤色矮星として知られています。マイナス223度での生活なんて考えたくもないですね。それでは本日の需要はここまで。今日はユニークな惑星を11個紹介してきました。ドクロ惑星から超巨大惑星まで、想像も絶する天体ばかりでしたね。次の需要では、私たちの住む太陽系の星についても紹介していこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。応援いただける方はチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。